大輔と虫相撲をする。スカイ113。こっから飛ぼうかな。あんま変わらんかな。おっとおっと。あ、戻ってきた。もう待ちくたびれたよ。早速始めてもいいかな。もちろんだ。今回はとっておきの鬼カブトムシを捕まえてきたぜ。どれも強えぞ。そんなんでビビらないよ。いけ、白門狂気。名前が強そう。俺様がいただく。お前に決めた。疾風忍者。いつ名前なんてつけたんだよ。ガンガン攻めろ。虫キングやん。虫キングだったっけ。あれあと少しだ。こういうのあるよな。声が気持ち悪いんだけど。俺様の疾風忍者が。やったー、また僕の勝ち。これで7連敗か。7連敗。白門狂気は無敵だよ。イット兄ちゃんですら勝てないんだからね。この借りは覚えておくぞ。次は絶対に勝つからな。おいちびすけ、お前のグレン旋風で俺様の仇を取ってくれ。なんで名前をつけた。いけ、グレン旋風。この鬼カブトムシすっごい強い。負けるな、白門狂気。今だ、スーパーパイモン旋風。お、ま、負けちゃったー。よーし、勝ったぞ。さすがグレン旋風。白門狂気をあっさり倒してもらったわ。想像を超える強さだな。さすが俺様が見込んだ虫相撲達人だ。相棒、大したもんだぜ。ヒヒン、さすがオイラ様だぜ。グレン旋風もよくやったぞ。そうだな、虫相撲も終わったし。なになに。このオニカブトムシお前にやるよ。え、いいの？本当にもらっていいの？受け取れよ。こんなに強いオニカブトムシだ。帰ったら友達に自慢できんだろ。僕たち帰れるの？もちろんだ。俺様は約束を守る男だぜ。信じろ。この後俺様のダチと相談することがあるんだ。お前は先に鬼ばばのところで遊んでろ。もう問題なさそうだな。君たち天領奉行の人だよね。イット兄ちゃんを捕まえに来たんでしょ。で、言っただろ、こいつらは兄ちゃんのダチで、二人とも新たぎ派の兄弟なんだ。すげえ仲がいいんだぜ。嘘だ。新たぎ派は数人しかいないし全員知ってるよ。でもこの人たちとは一度も会ったことがないもん。イット兄ちゃんは何も悪いことなんてしてない。兄ちゃんを連れて行かないでよ。それに僕の命を救ってくれた恩人なんだ。悪い人なんかじゃない。切ない展開やな。あー、なんだ、他のやつには言うなよ。そうだな、どう説明したもんか。俺様は嘘ってもんが苦手でな。いっと、たまには素直に話した方がよいぞ。あたしらのことなんか気にせんでいい。
すまんな、鬼ババ。もう隠せそうにねえし、仕方ねえ。ついてきな。ちゃんと説明してやる。何？本当のことを話そう。今天領奉行が調べてる強盗と人さらいの事件はどれも俺様のやったことじゃない。ピンバーヤの声でも見た目もピンバーヤっぽい、ね、ある重大な問題が片付くまで無関係の人間を巻き込みたくなかったんだ。俺様も争いは避けたい。考えてることはお前らと同じだ。どっちが傷ついてもいい結果にはならないからな。罪をかぶってでもやらなきゃならないことって一体何なんだ？はあ、お前らよその人間だろ。ならすげえ昔の赤鬼と青鬼の物語から話さないか。青鬼の末裔を探すんか。その昔話ならもう知ってるぜ。なんだ、もう知ってんのか。だったら話が早い。もしかしてあの昔話の内容は本当のことなのか。鬼族の運命について昔話は全て事実だ。青鬼は自らを犠牲にして、そして赤鬼だけが生き残った。だがそれ以外のことは本当の歴史とだいぶ違う。昔話っつうのは美しい物語を語るだけで、残酷な事実については触れられない。随分と昔のことだ。稲妻がまだ危険に満ち溢れる地だった頃、ライデン将軍の庇護を得るには人間と仲良くする必要があった。鬼族は元より誇り高き一族。他人の情けを請うなんざそう容易にできることじゃねえ。その結果鬼族は次第に二つの派閥に分かれた。人間と仲良くするのが赤鬼で、頑固で保守的なのが青鬼だ。全く違う種族だと思ってたけど、元は同じ一族だったんだな。ああ、俺たちの間にはほとんど違いがない。ただ立場の違いを表すために角に異なる色を塗っただけなんだ。その時の人間は鬼族に強い警戒心を持っていた。赤鬼は人間と平和に暮らす道を探したが、青鬼はしょっちゅう人間と揉めててな。だが人間は鬼がどんな色かなんちゃ気にしない。ただ鬼族との共存の道はありえないと、そう思ったことだろう。このままだと鬼族が人間に受け入れられる時代は訪れない。そんな時、赤鬼と青鬼の中で最も人望の厚い二人の頭領が立ち上がった。彼らは避けれ誓ったんだ。青鬼が悪を演じ、赤鬼が人間の社会に溶け込むのを手助けすると。だがその対価として青鬼の頭領は二つの条件を出した。条件？一つ、鬼族は人間に対する固定概念を捨てること。人間に受け入れられる前にまず自分から人間を受け入れなければならない。そして弱者をいたぶらず自暴自棄にもなってはならない。二つ、赤鬼は人間に馴染むこと。しかし人間に媚びを売ってはならない。鬼族は誠実さ、熱血さ、そして強大な力で人類からの尊重を勝ち取るべきである。つまり鬼族の血を引き継ぎつつ俺たちの誇りを守るってことだ。媚びずに共存しろと。その後自らを犠牲にすることを選んだ青鬼たちは数がどんどん減り、最後はいなくなっちまった。赤鬼と青鬼の物語は小さい頃から聞いてきた。だが俺様はずっと知らなかったんだ、青鬼一族が生き残っていることを。つまり今までの悪事は全部青鬼の末裔の仕業ってことか。その通りだ。大半のやつは鬼の角の色なんざ知ったこっちゃない。
青鬼の存在すら知らない奴も大勢いる。だが新たき派の兄弟たちは見間違えたりはしない。あいつらは現場で俺様とは違う色の角を持った青鬼を見たんだ。しかしそれが青鬼の末裔だとしたら、これまた奇妙な話だ。俺様はどうしても納得がいかねえんだよ。というか、まあ鬼っていう種族自体の印象を守るために、でも自分がやったって言ったんやな。てか、まあ、じゃあ青鬼の末裔を守るために罪をかぶったってことか。ああそうだ。奴らは誇りを自分の命より大事だと思ってる。俺様は自己犠牲の道を選んだ青鬼の一族を尊敬している。そして先祖が鬼族の未来に対してどのような思いを寄せているかも理解しているつもりだ。だが強盗、悪事、どれも鬼族の誇りに反する行為だ。その青鬼はきっと騙されているに違いねえ。もしくは誰かに脅されてそんな罪を犯したんだ。だが俺様はまだその証拠をつかめていない。またファデュイ関係かな。ハッピーが一個も流れない方が問題ですね。そうじゃな、もう死活問題じゃん、そっちはな。ああ俺様が茶を濁してなければそいつはもうとっくに天領奉行に捕まってただろう。大輔もこの件に関わってるのか。お前を命の恩人だって言ってただろう。お前が何をしてるのか知ってるんじゃないのか。ああ俺様が現場で流浪武士を倒し命がけで大輔を助けたんだ。奴らが大輔の家を荒らしてる間、あいつはちょうど外で遊んでいてな。帰ってきたら両親ともにさらわれた後だった。この件を調べてるのは大輔の両親を取り戻すためでもあるんだ。あ、青鬼が大輔の両親をさらって、で大輔をとりあえず保護したということか。複雑な立場じゃな。ああ奥に大輔がおる。元から言うつもりなんざなかった。俺様はさっさとお前らをぶっ倒して家族を連れて他のところへ逃げるつもりだったんだよ。この件は青鬼だけでなく強盗と人さらいに手を出すような危ない連中も関わってる。無関係の人間を巻き込むわけにはいかねえ。これでしまいだ。他に説明することはねえ。それでもまだ疑いが晴れず俺様をとっ捕まえたいって言うんなら、俺様は全力で抗わせてもらうぜ。おとなしくついていくって言うために。もし信じてくれるってんなら、もう少し時間をくれ。青鬼を探し出して一緒に自首する。まあ絶対なんかあるよね。それね、おいらもだぞ。お前の行動おいらたちが監視させてもらうぜ。お前らやはりお前らは話がわかる。俺様と同じで真実と正義を追求する者同士、最初から気が合うと思ってたぜ。だが先に言っておく、ここから先はかなり危険だ。覚悟しとけよ。俺様はちゃんと警告したからな。安心しろ、オイラたちは経験豊富な冒険者だからな。よし、じゃあ青鬼の居場所調査するぞ。三五宮軍地にいる被害者が青鬼を目撃したらしい。早速会いに行くとしよう。三五宮に行くのか。ちょくちょく経験値ももらえるの何なんだろうな。モラとか。これ取っとこう。